今日もご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。香川県東香川市田口薬師に来ました。お寺の正式な名前は月光山東照寺。奈良時代、行基和尚により開山された古刹です。厄除け祈願のお寺として広く知られており、お正月から節分まで多くの方が参拝に来られます。821年、万能池改修を終えた弘法大師が立ち寄り、ご本尊の薬師如来像を作ったと伝わっています。本堂から地下の体内巡り。初めて来た時には真っ暗で何も見えず驚きました。弘法大師、大日如来、ウビラ大将、閻魔天が祀られています。階段を降りるととても暗く狭いので気をつけてください。監視堂には十二支の仏様がおられます。
初詣から節分までの間、多くの方が参拝されます。どうぞお気をつけてお参りください。